ポケモン竜王戦カードゲーム部門決勝戦スタートです。さあ数々の歴史、はい、実績を作ってきた2人がこの場で対戦することになります。さあスタートは同じカードです。ブラッキー V でのスタートになりました。梅川さん、これいかがですか。はい、まあ、新しいパックからね、強力な特性を持つブラッキー VMAX に進化するこちらのカードはマークタイプのデッキとね、非常に相性がいいというか、まあ、どんなデッキにも入れられるんですけど、技を打つことまで考えるとやはり、はい、アークタイプのデッキと相性がいいので、はい、まあ、お互いのデッキに入っているというカードになってます。でまあ、先行最初の番なので種ポケモンを、ね、いっぱい置いていけると次の番に進化ポケモンにしていけるっていうところがあるんですけど、まあ、ブラッキー V が最初に場にいるということで2回目の番に、ね、ブラッキー VMAX が特性ダークシグナルを使うことも考えられるといった初手でしょうか。はい、まあ、両者ともにその動きが非常に強くなるのではないかというところですね。そしてLFさん、はい、サイドのカードが両選手の、表示されております、はい、どうでしょう、気になるカードなどございますか。そうですね、基本的にあこのカードが落ちて辛そうだなってカードは、お互いないかなと、何枚も入ってるカードかなという感じです。どちらかというと板垣選手の方が、まあ、リセットスタンプですとか、デデンメ GX という枚数が少なそうなカードはあるんですが、です、まあ、それを含めても、あ今デデンネ GX もう1枚、はいはい、そうですね、敵にあったみたいなので、すでに、はい、大きな影響はないかなという印象ですね。はい、ディールとハローで、そしてですね、この決勝戦はここまで準決勝までは25分で戦ってきましたが、決勝戦のみ35分一本勝負で戦っていただきます。勝った方がポケモン竜王戦2020チャンピオン竜王の座に輝くということになります。はい、はい、そして手元の動きを見る限り、はい、サントスさん、はい、もう本当に至っていつも通りプレーしているというそんな様子が伝わってきますね。そうですね、板垣選手側先行一旦目としては、まあね、まずまずの動きですかね。デルビルを複数立てておきたいというところと、まあ、できればゲンガーも出しておきたかったんですけど、そうですかね、ここポケモン通信を使って出すこともできますが、次のターンの他の動きの可能性もあるので、ちょっとここ分岐点かもしれないですね。はい、ポケモンを連れてくるカードというのは手札に数枚ありました。その中でどうでしょう、進化のこうポケモン通信クイックボールなどがありますが、あただそうですね、デテンで1枚押してくると2回目のデテチェンジがちょっとできないので、はい、意外と次のターン以降の影響あるかもしれないですね。そうですか、まあ、サイドにこれがまあ1ターン目でデテンで GX を使ったことによる影響、サイドに1枚落ちていますので、この後スピードが少し落ちてしまうかもしれないというのが先行1ターン目の板垣拓人選手だったということですね。そして後攻1ターン目番が返って斉藤光成選手です。現在のポケガチ天皇、経営者の側面もあります。ウルトラシャイニーから再びこのポケモンカード競技士に帰ってきてトップを狙うという斉藤光成選手です。さあクイックボールで基本アクエネルギーを落としてから持ってくるカード、さあデッキをくまなく確認していきます。そうどうでしょう、無限ダイナ、やはりこの無限ダイナ、ここからスピーディーな攻撃というのが実現できればというところですね。ライフさん、そうですね、無限ダイナ VMAX が斉藤選手のメインアタッカーになるんですけど、まあ、ドレッドエンドがかなり大きい状況でも、まあ、270ダメージということが結構ベースになってくるので、一つのエネルギーからあらかじめ相手のポケモンにダメージを与えておきたいというのは一つあるんですね、はい、で高校最初の番で、まあ、まずバトルバニールブラッキー V が黒いまなざしを使える可能性があるのと、今ナイトシティが出たので、はい、まあ、アクタイプの種ポケモンの逃げるエネルギーがなくなったということで、無限ダイナ V でパワーアクセルを、ね、使っていくこともできるというところがあるので、あのダメージを与えておくとね、そのブラッキー V が VMAX になったときにドレッドエンドで倒しやすいようにはできるという、はい、と考えると、まあ、やっぱ高校最初の番に技も打てそうで、かつ種ポケモンもそれなりに並ぶと理想的なんじゃないかなとは思いますね。まあ、そうなりますとまだ無限ダイナ V のみというところになりますので、あと複数枚ベンチにポケモンを置いておきたいところ。クイックボール、ポケモン通信をトラッシュして種ポケモンを持ってきます。まあ、クロバット V などを持ってくることで結構引けるんじゃないかなというところですよ ね。まさにそのクロバット V をすぐさま山札から抜いていきました。さあ手札にやってきますクロバット V、 ナイトアセットの準備万端というところでしょう。
まあ、ここブラッキー V でクライマーズを使うことは基本的にはできないと思うんですけど、まあそうなると、パワーアクセルでダメージを与えた相手のブラッキー V がまあ逃げてしまうところがあって、板垣選手は先行2回目の番にベンチのブラッキー V がブラッキー V マックスになってダイアークを使ってくる可能性があるので、もしかするとこの番パワーアクセルはまあ打ってもそこまで強い攻撃力はないのかもしれないんですけど、後で倒しやすくなるというところで打ちましたね。エネルギーがついたというのは一つ明確なメリットですね。そうですね、このベンチの無限大な V にも基本アクエネルギーがつきましてバンを返しました。さあ、まあこのサントスさんから見てもどうでしょう、高校1ターン目の動き、斉藤光成選手十分だったんじゃないでしょうか、いかがですか。今大きなお守りがついたのが実は結構大きくて。あ、そうですか、はい、ライチさんからもお話しあったんですけど、もしかして動きによってはこの前の無限大な V がやられる可能性もあったんですけども、このお守りをついたことによって結構やられにくくなった可能性が上がったかなと思ってますので、はい、このお守りというカードが効いていきそうです、無限大な V を持っているカード。さあ、そして進化の子を使っていきます、板垣拓人選手の先行2ターン目、この番から板垣選手は技を使えることになります。最初の番にエネルギーをつけたのがブラッキー V なので、この番、まあ、そもそもゲンガー V が場に出てなかったのはあるんですけど、この番攻め手になるとしたらブラッキー V マックスかなというところになります、はい、そうなると進化を伴う際に、まあ、ダークシグナルを使っていけるので、まあ、大きな守りがついた無限大な V を無視できるという側面もあるんですけど、はい、まあ、ベンチの無限大な V を倒そうと思うと一撃エネルギーを3枚つけなきゃいけないので、それもまた重たい話というか、はい、そうですね、そうなると他のポケモンから倒していく、例えば相手のブラッキー V とかですね、はい、であればまあ一撃エネルギー2枚でも大悪で倒せるので、うん、まあ、そこもそういった形を作っていくんじゃないかなと今予想しております。そうですね、大悪でちょうど200に届くと、はい、いうようなダメージ数になります。まあ、あらかじめこのブラッキー V を倒しておくことで、このダメ感が乗っているブラッキー V が、はい、万が一ブラッキー V マックスになった後に気絶させられてしまうという、呼び出されてしまうという可能性をまあ減らしていけるという点があるので、まあ、ダイアークをブラッキー V にぶつけてもいいのかなとは思います。はい、まあ、無限大な V に与えた場合って倒せなかったら、まあ、その無限大な V は VMAX にしないって選択肢が割とできちゃう、エネルギーが両方についているの で、はい、でナイトシティもあるので逃げやすいということで、まあ、あのダメージ受けた無限大な V はそのまま放置、ダメージ受けてない無限大な V が VMAX になるということが一つ予想されるため、あんまり無限大な V にちょっかい出しても通りが悪いかなとは思うんですよね。そうです、ね、そうですか。さあ、ここでポケモン通信、少しどうでしょう、ブラッキー VMAX と目が合ったか、山田自分側に持ってきます。そして引っ張ってきたのがブラッキー VMAX になります。まあ、ここはやはりダイアーク狙いということになりそうですね。そうですね、ただまあここクイックボールでゲンガー V 持ってきてて、特に手札にサポートとかがないので、はい、おそらく山札に特性で大きくカードを引く種ポケモンがいないという状況になっていて、まあ、デデンネジ X2 枚目がサイド落ちしているので、はい、なのでまあ、サイドを取ることで手札を補充したいっていうのが一つあると思うんですよね、だからこの番はやっぱり相手を倒さなきゃいけないんで、倒すならブラッキー V かなという。そうですね、そっち、あっと月光の刃でいくか。そうですね、月光の刃プランっぽいですね。あ、なるほど、なるほど、そうなるとこのエネルギーがついたブラッキー V がドレッドエンドで一発で倒されてしまうというリスクがあるんですけど、はい、死にますね。ちょっとこの思考というところ難しいものがあるかもしれませんが、ひとまず先行したのは板垣拓人選手です。2枚のサイドを取っていきました。これはちょっと後に効いてくるのかもしれないというようなプレーでしたよね。そうですね、ブラッキー V だとまあ気絶するリスクがあるけど、まあこれもしかするとですけども、ブラッキー V 倒せるよっていうのを匂わせといて、ベンチたくさん V ポケモン並ばせて、その後にゲンガーが VMAX でさらに狩るっていうので、前のブラッキーを倒させるために VMAX をいっぱい並べさせようっていう、まあ少し仕込みの動きでわざとっていうふうにちょっと可能性あるかもしれないです、はい、そういった駆け引きがあるわけですか。そうですね、そうですね、レフさんもそう思う、はい、あのポケモンカードをあまり詳しくない方向けに解説すると、無限大な VMAX というポケモンは
場の自分を含めた悪タイプのポケモン ×30 というダメージを相手に与えることができます。なので基本的にポケモンをガンガン並べた方がいいというポケモンです。でそれに対してゲンガー VMAX は相手の場の EXV のポケモン ×60 ダメージということで、無限ダイナのパワーが上がると返しのゲンガー VMAX のパワーも上がるということがあるので、今スントスさんが言ってたようにまあ倒されたら倒されたでまあいいのかなというところはありますね。返しのゲンガー VMAX の攻撃が痛くなるぞというプレッシャーをかけているという状態ですね。強烈な火力が襲ってきそうです。残り改めてこのポケモン無限ダイナは剣盾、まあ、ソードシールド世代、新しい世代のポケモンです。一方でゲンガーはもう初期の初期からいるポケモン、こういった歴史のあるポケモンと新しいポケモンが入り乱れて対戦していくのがポケモンカードゲームになります。このゲンガー VMAX がこの新しい無限ダイナ VMAX に対してこの後ですね襲いかかるのかどうか、まだ高校2ターン目、まだまだ目が離せない決勝戦になります。10分以上が経過しています。決勝戦は残り25分を切っています。決勝戦のみ35分で行われています。まあここのターン、まあいろんなことを考えるでしょうね。そうなるとね、そうですね、もう本当に新しいカードなんで、どれが一番正解なのかっていうのが分からないですよね。はい、梅川さん的にはどうですかね。無限ダイナ側はもう展開したそうですかね。そうですね、この番ちゃんとサイドを取りに行く動きを作るんじゃないでしょうかね。ここでブラッキー V を放置してしまってもそれはそれで相手がサイドを取り進める動きが早まるだけだと思うので、はい、いやこれは強気にいかなければいけないと。そうですね、まあ、場のポケモン、悪ポケモンを合計6匹にしてちゃんと180ダメージ出せる状況にして、まあ、ダメ感2個乗ったブラッキーブイを倒すんじゃないかなと思っております。さあ、まあ、冒険家の発見でブラッキーブイ、ブラッキーブイ、クロバットブイということで、はい、結構後でベンチを呼ぶような準備も広げてますね、ブラッキーブイを持ってくることで、はい、さあここ少し時間を使っていくでしょうか。まあちょっと相手の不気味な動きというか、まあ、ゲンガーの不気味さというのがあります。そうですね、まあ、ヘルガが出てることで一撃の方向プラス手札からつけるという動きでパニックフィアが強く使えるんですよ ね、はい、1枚ガルジウスグマにしましたね、まあ、ポケモン V 置かない節約の一つというか、そういう側面はあるかなと思うんですけど、そうですね、このベンチを増やしつつ V のカウントにならないポケモンを並べたいんですけれども、なんとなくコンセプト的にそんなにそのカードが入ってなさそうかなという雰囲気を感じているので、あと1枚 V じゃないポケモンだったらすごい良かったんですけど、まあここはちょっと場のポケモン V6 匹という状況、あ5匹ですね、5匹という状況を許してしまったので、パニキュアがまあ300で返ってくる可能性がありますね。ただまあ大きなお守りがつけられているので、まあパニックフィアで倒すのは割と困難なんじゃないかなというところで、お守り大きいですね、はい、一撃エネルギー2枚ついたところで340なので、まあはい、あんまりゲンガーとブラッキーとヘルガーのデッキに、まあ、ガルジグザグマが入っていることとかはないと思うので、ちょっと無限ダイナ VMAX が耐えられればこのまま押し切れるんじゃないかなっていう、その斉藤選手の場の作りがうまいというか。そうですか、ポケモン V 合計5枚、そして大きな守りがついていてという状況でちゃんと返せているのがすごいですね、はい、最初からやっぱりこのサントスさんもおっしゃっていましたが、先を見ていたわけですね、大きな守り、相当先まで見ての大きなお守りとそうです、お守りどこにつけるかかなり難しいんですけども、ここまで見据えてのお守りであれば素晴らしいですよ、はい、まさに竜王にふさわしいプレーかもしれません。先の先まで見据えている、見えているでしょうか、はい、そして今回の、まあ、この両者の、ね、スリーブありますが、無限ダイナなんか、ね、モチーフにされていますので、もしかすると竜王にふさわしいプレイヤーなのかもしれません。そこに待ったをかけるか、板垣拓人選手です。ここをまあ相手の無限ダイナ VMAX 倒せないと、次のドレッドエンドで何らかのポケモンが倒されて、で板垣選手がその返しの番に無限ダイナを倒せるんですけど、その返しの番の斉藤選手がもう勝利するというリーチをかけていけると思うので、まあ板垣選手の場合はこの番サイドを取るということは一つ目標にしたいかなとは思いますね。そうですね、ブラッキー VMAX を2進化できればベンチのポケモン出してそのポケモンを倒してっていう可能性もあったんですけども、まあ、ブラッキー V が気絶してしまってるってとこですよね、はい、なの で、まあ、サポートも博士の研究で使っているというところで、ややサイドを取るには困難かという状況ですね。
応あと時間何分ですか。穴抜けの紐を使えばパニックフィアで倒せないポケモンはいないのかなというところなんですけど、まあ山に入ってるかというところも不明なところであるので。そうですね、やはりさっきのターンのブラッキー V を温存するか VMAX を出すかの駆け引きが結構大きいですね。大きいですね。さあ強大な壁、分厚い壁、無限大な VMAX、 残り HP370 という画面左側、斉藤光成選手のバトル場のポケモン、まあ、この大きなお守りが効いているという状態で板垣拓人選手の先行3ターン目、はい、踊り鳥 GX が出て、まあ、もしくはもっとシンプルにツールスクラッパー1枚で解決みたいなことも全然あるんですけど、はい、ポケモンの道具を解ける手段もそれなりにあるの で、 そうです、ね、ポケモンカードのカードの中に、はい、まあ、そういったデッキ構築の段階から、まあ、先を見て動いていかなければいけないということですよね。そうですね、多分斉藤選手このゲンガーと戦うにあたって、まあ、ポケモン V を5匹に絞ってかつ大きな守りを張るということを一つプランの中に練習で組み込んでいた可能性はありますよね。いや、そうですか。このゲンガー V、ゲンガー VMAX も、ね、昨日発売されたばかりのカードなんですが、そこまでこのカードに対して見えていたと可能性はありますね。でもこの板垣選手も、まあ、オドリドリ GX というカードで前の番気絶したことで手札を蓄えられてるんですけど、はい、この番サイドを取るような動きは少し難しいかもしれないですね。そうですか。さあ活力の壺、その前にはオドリドリ GX のタムケの舞特性が使われてというような板垣選手のターン、板垣選手の番が続いていますが、どうにか何かこう自分の流れがいい方に行く手段はないかというところを探しているでしょうか。サイド変わります。はい、黒いまどろみというゲンガー V の技があって、相手のポケモンを眠り状態にすることもできるので、はい、ここにかけてる感じですかね。そうですか。はい、まあ、こういったプランというか、まあ一つ運になりますが、今日初めてのコインということになります。バンとバンの間のポケモンチェック 裏なので眠り状態なんですけど、眠ってるポケモンは技が使えないのと逃げることができないという制約があるので、はい、このまま技を使われなければなかなかナイスなプレーになったのではないかなと思いますね。まあ、可能性にかけてきたということになりました。ゲンガー V が前に出て黒いまどろみ、相手を眠らせることに成功しました。ゲンガー V と無限大な VMAX が対面しているという状況です。まあ、これ眠り状態ですのでポケモン入れ替えなどがないと、まあ、起こすことができないと、はい、まあ、トレーナーズの効果でベンチに下げて解消したいところではありますね。さあ高校3ターン目の斉藤光成選手の番です。いや、でもこのゲンガー VMAX デッキではありますが、そのゲンガー V の黒いまどろみまでちゃんと視野に入っていて、まあもう後がない時にはちゃんと眠りの卓を作っていくというところですよね。はい、戦略の上に運があってそれを通せると非常に強いですよね。そうですね、まあ、ある種緊急事態とも言えるような場合、相手にちょっと眠らせて恋に託すなんていうプランも、はい、まあ、あポケモン入れ替え効いてますね。ありますね、ポケモン入れ替え。さあ斉藤選手にこの能楽堂の神が微笑んだか。そうなると、まあ、この番ゲンガー V を倒すことができそうなので、残りサイド2という状態なまで持っていけるんですよね。はい、そうなった時、まあ、無限大な VMAX どちらかが場に残っていると思うので、次の番のダークシグナルやボスの指令で勝利を、ね、目指せるということにはなってきますね。はい、そのドレッドエンド、さあこのままドレッドエンドを宣言、眠りを乗り越えたのが、はい、強い強いですね。強いですね、本当に。さあ前に出たのはブラッキー VMAX です。まあ、入れ替え引きに行くのもまあリスクのある行動だったわけですよね。場にポケモンを並べてでも引きに行ってちゃんと引いてこのターンサイド取ったっていうのはかなり勝利に近づく一歩だったと思いますね。そうなると板垣選手はまたリセットスタンプなどで相手の手札を減らしてもう一回黒いまどろみを使って止めていくような動きをする必要があるのかなと思うんですけど、はい、まあ、相手のポケモン眠りにしても突破した返しで結局ボスの指令やダークシグナルがリーチになっているので、はい、確かにそのリセットスタンプが奥にサイドの奥に眠っていたかなという記憶なので、まあ、もう1枚あればっていうところあるんですけど、1枚採用だった場合はちょっと奥に眠ってしまっているかな。そうですね、確かに下から見たときにちょっと怪しいカードとしてリセットスタンプそしてデデンネジ X があった記憶がありますね。
でプレイヤーこちらです、はい、プレイヤーから見て上だった。そうですね、また眠っているとこですか、まあ、リーモです。相手の手札に干渉できるカードが軒並み上の方に行ってるって感じですかね、はい、ちょっとこれは少し恵まれなかったかという部分もあるかもしれません。バトル場にはブラッキー VMAX 風船がついている。どうにかこれ打開していかなければ。おー、タムケの前でマリーまでは行きましたね。はい、サポートマリーを使うことになるでしょうか。斉藤光成選手のサイドが残り2枚、あとは V か VMAX を倒せばその瞬間斉藤光成選手の竜王が決まります。板垣拓人選手はここから4枚のサイドをまくっていかなければいけません。まあ、この番パニックフィアで仮にバトル場の無限大な VMAX を倒したとして、相手がボスを使えなくて、その次の番の板垣選手がパニックフィアで無限ダイナ VMAX、まあ、それ以外のカードでもいいんですけど、ベンチのポケモンを倒して勝利みたいなところなので、まあ、次の斉藤選手の番で決着がつかなければ正直板垣選手にもチャンスがある状況かなと思いますが、博士の研究で引きに行ったので、そしてマリーやらなかったです、はい、まあ、もうゲンガー VMAX がないとっていうところがあったと思うんで、はい、そっちに振ったのかなっていう。さあ少し指先確認をしながら残り15分切っています。ここまで20分以上戦った選手たちということになります。斉藤光成選手と板垣拓人選手です。少しどうでしょう、顎のあたりに左手を持っていって悩むような仕草。まあここ重要な番になります。先行4ターン目、ここで何か変えていかなければ次で決まってしまうかもしれない。どうでしょう、何か伏せて出すような動き。残り14分です。さあ残り時間を確認しました。ここでデルビル、ベンチの5匹目のポケモンを埋めていきました。さあ勝ち筋を探す。前に出たのはゲンガー V、6分のドロミを使ってますかね。そうですね。さあ横向きになりました。眠りの表示です。無限大な VMAX が眠り状態になりました。コインはどうでしょう、見えづらいですが表ですね、置きます。さあ置きました。無限大な VMAX が起床、そのままドレッドエンド、試合を決めました。ポケモン竜王戦2020カード部門、見事セルリアンタワーの学堂で新たな竜王が誕生しました。四天王に続き斉藤光成選手が竜王の座に輝きました。いや強かった、序盤から安定した立ち回り、そして最後は運も味方につけて相手を任していったということになりました。ただ一方で画面捉えている、今天を仰ぎましたが、板垣拓人選手もよくぞここまで決勝戦、最後はねゲンガーと共に戦い抜きました。